皆さんは3000円で買えるレンズがあったら買えますか？沼。はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。以前こちらの方をお見せしたの覚えていらっしゃいますかね。 35mmF1.7 APS-C で使うための C マウントレンズですね。 C マウントなんで変換しちゃえばいろんなミラーレスで使えると。さらに小さいやつ、こちらはね、25mmF1.4 というものですね。こちらも C マウントレンズです。 C マウントなので変換すればいろいろ使えるかなと思いきや、イメージサークルはマイクロフォーサーズにまあなんとか足りるかなという感じのものですね。はい、それじゃあね、今回はね、ルミックス G100 の方にこちらを装着して使ってみましょう。ポン。はい、こういう感じのレンズでございます。絞ってみましょうか。キュ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 ー、絞りがほとんど閉じてしまうではないか。これはいささかこのフォーカスのリングがこちらだとちょっと使いにくい。いつもね、間違えてこの絞りの方を絞ってしまいますね。絞っていくとね、どんどん絞っていくとね、被写界深度が深くなってね、だんだんピントが合ってくるから、これでピントが合ったんじゃないかって勘違いしちゃうんだけど、これ絞りです。ここが絞りなんですよ。いい位置についてんだ、この絞りが。でもピントはここっていうね。はい、それを気をつけながら、くぐり抜けてきた作例写真をね、この G100 で撮った作例写真をね、お見せしたいと思います。まあ、まずね、撮影してみて思ったのはね、ノスタルジックな描写をするなっていうことですね。雰囲気がすごくある。まあ、理由はね、もうオールドレンズとかね、こういう安い C マウントレンズとかお好きな方はね、お分かりでしょうけどもね、すごく雰囲気がある。いい描写をするなと思いますね。若干ね、樽型の歪みがあるかなと、この琵琶湖の水面なんかはね、樽型の歪みの影響を受けてるかなという感じはしますね。周辺原稿ももちろん、明るい場所なんか映すとね、周辺原稿があって、トンネル効果とも言えますね。もはやね、周辺原稿というよりはもう完全にトンネル効果と言ってもいいんじゃないでしょうか、ここまで来てるとね。ちなみに今日はね、全部開放で、特筆しない限り全部開放ですけどもね、ぐるぐるボケすごいですよね。周辺光量が落ちてぐるぐるボケがあってね、砂地とかね、芝生とかね、森の中とかね、木々、木立、木の葉みたいなものはね、もうぐるぐるボケがすごく激しく出ますね。中央部と周辺の解像の差がね、このぐらいある。団地なんか撮るとね、すごくよくわかりますよね。中央部はなんとかピント合わせたけどもね、周辺がもう完全におかしなことになってしまってるっていうね、そういうレンズでございます。まあそういったね、トンネル効果であるとか、周辺画質の、いろいろぐるぐるボケとかね、そういったものをうまく使ってやることで、効果的にね、周辺画質を使ってやることでね、真ん中に意識を寄せてやるような、真ん中に立体感を持たせたりとかね、そういった風に撮影することが可能になってきますね。これはね、フィルター代わりに、こういった効果はね、どんどん使ってやればね、美味しいんじゃないかなと思います。まあ3000円でフィルター買うよりもレンズ買っちゃった方がね、なんか楽しめそうな気はするからね、フィルター代わりで、フィルターのつもりで買ってみてもね、面白いかもしれません。ただちょっとね、気をつけたいのはおかしなボケ方もするなぁと。これ真ん中はね、真ん中も部分によってはボケてるんだけど、端っこの方にピントが合ってたりとかね、逆光体制どうなのかなぁと思って見てみたんですが、ふわっとしてしまいますね。これ逆光ですらないんですけどもね、半逆光ぐらいですね。上の街灯からの光しかありませんけどもね、ふわーんとフレアが出てしまっております。ね。
こちらもね、街中で面白い看板があるなと思って撮ったんですけどもね、フォワーンとしてしまってね、これもね、横からしか光が来てない、横っていうか半逆光ぐらい、逆光ですらないけども、本当にフレアブワーって出るなという感じがしました。ちょっと動画で撮ってみましたけどもね、絞ると本当にね、ぐっと解消するんですよ。ただ絞って撮るほどの意味はないですもんね、このレンズはね。面白い効果を楽しむレンズとしてね、使う方がいいかなという感じがします。あとはですね、パープルフリンジですね。もう見るからにパープルフリンジが出ております。物のキワキワのところね、鉄柵とか浮き輪とか、緑じゃねえ、パープルに縁取られてすごいことになってますね。もうこの船なんかね、船の輪郭線全部ねパープルで描かれてるっていうかね、パープルのなんていうんですか、光線で縁取ったかのような感じで、ひどい、ほんとひでえなと思いますけどもね。はい、それとね、レンズフレアもこちら動画で撮りましたけどもね、レンズフレアの方も絞ってやれば解消しますけどもね、そういったものをね、動画撮る時のね、演出に使っても面白いのかなという気はしています。写真で見るとこんな感じでね、凄まじい光輪を描きますよね。夕日を撮ったらこんな感じになりました。まあライカのヘクトールっていうレンズがあるんですけどもね、僕が持ってる弾とね、すごく似てる感じの光輪を出すなと思ってね、3000円のレンズなんだけど、ライカのレンズと同じ効果持ってたら、ライカの立場ってどうなるんだろうみたいな思っちゃいますけどもね、非常にエモい感じのね、夕日が撮れてしまいました。はい、それではね、最後になりますけども、こちらの 25mmF1.4 のレンズで、ルミックス G100 のボディで撮影しました動画をご覧いただきたいんですが、非常にね、味のある、8ミリフィルムみたいなね、そういったものを思い出してしまう動画になりました。ぜひね、ご覧ください。これにてお別れでございますけどもね、楽しんでいただければ幸いです。No more.